リムを拠点に探索を続けましょう。ヤツに捕まったポーは正気を失います。ポイズンアンデッドが現れました。聖なる攻撃で一気に倒しましょう。まだありませんね。これは宝でしょうか。各社様の仰せのままに聖なる力でとどめよ。炎の攻撃で攻めましょう。炎の力で攻撃です。この聖なる力で炎の攻撃を仕掛けます。聖なる力で攻撃です。炎で攻撃しています。毒にやられました。炎の力で攻撃です。こんなものでしょう。我々の勝利です。魔物を倒す方法を新たに学習しました。リビングアーマーです。回復をお願いします。実行します。背後から叩きます。背後に回ります。少しは楽しめそうですね。アイテムでスタミナを回復します。同じ魔法をかけます。ほぼ狙ってみます。背後に回ります。我々の勝利です。強烈な一撃を放つ敵もいます。体力が十分でも常に人間ではなさそうですね。ポイズンアンデッドが現れました。ほら見て動きが変化。弱い敵はお任せします。ここは聖なる力を武器に行きます。継続性の魔法行きます。そんなに焦らずともやりますよ。どうやら光が苦手なようです。そうです。この戦闘の方法を新たに学習しました。我々の勝利です。マジマジだ。やりました。ビルムがいます。非常に強い。当然です。こんな強烈な魔法までどこがかかる。
登って上から攻撃を。こんな場所を抜け、安全な拠点でゆっくりと休みたい。ストリゴイが現れました。吸血されないように注意してください。二重影響を行います。同じ魔法を課されます。力を合わせた結果です。まだやれますよ。当然です。毒に注意してください。ストリゴイが現れました。少しは楽しめそうですね。血を吸うと奴らはより強力になります。まだまだやれますよ。当然です。このままでは倒れそうです。我々の勝利です。しくじりました。ストリゴイです。この程度ならなんという不手際。吸血されないように注意してください。宝箱を開けます。二重影響を行います。戦闘よりアイテムが先です。何かあるようです。わかりました。まず私が様子を見てきます。各社様、私に全てお任せを。マイニーターが現れました。助けてください。救済、大した敵ではなさそうです。二重影響を行います。同じ魔法を課されます。この触手め力を持った結果です。これは入手しておきます。曲がり角では敵襲に備えてください。